え皆さん、こんにちは、こんばんは、ということでね。久々の、えー、投稿ですけども。えー、今日は、2019年1月24日ですね。えー、これは朝日の記事ですけども。えー、こういう事件があったようです。えー、富山の駐在所で警察官襲撃と。えー、大学生を えー、殺人未遂容疑で逮捕ってことなんですけどもね。えー、前回もありましたね、えー。奥田交番襲撃事件ね。富山、富山の方でありましたけどもね。えー、また似たような事件ですね。えー、やらせ事件ですね。これね、えー。全然慌ただしくありませんね。こねえー、捜査してる人たち。えー、鑑識ですかこれね。えー 富山日署。池田って読むみたいですね。これね。池田駐在署、ねえー。ここの画像ですけども。えー、記事読みましょうかね。<laughs> えー、記事はですね。えー、こっか,らかな24日午後3時頃、富山市池田の、えー、富山県警、えー、富山日署。 えー、池田駐在所で、えー、同駐在所勤務の山本博樹、えー、巡査部長30が男にハンマーで頭を殴られ、ナイフのような刃物で顔を切られた。山本巡査部長が男を取り押されえー、殺人未遂容疑で現行犯逮捕した。富山日書の発表によると男は同志、えー、これは五福っていうのかなちょっとわかんないですけど、大学生、えー、前田、 ああ、これはまさきでしょうね。前田、まさき容疑者、22歳。えー、前田容疑者はあ、警察官を襲ったことは間違いないと話しているという。えー、山本、山本巡査部長は警傷同署によると、えー、前田容疑者ああ、前田容疑者は、収得物を届けに来たと言って駐在所を訪れ、 えっと、えー、巡査部長が書類を作成中にハンマーで殴ったという、えー、現場は、えー、北陸自動車道、えー、富山西インターチェンジから、うん、北西に600メートル余りの住宅や田んぼのある地域の、えー、一角と。 ま、こういうニュースですね。あ、ここに書いてますけども。えー、富山市では、去年6月、えー、富山中央署、えー、奥田交番、ね、奥田交番のやらせ事件、ね、発砲事件ありましたけども、が、刃物を持って、刃物を持った男に襲われ、警察官と警備員が殺害される事件が、えー、起きていると。ね、これもやらせ事件ですね。 えー、事件がないときはね、こうやって作ります。ね、凶悪事件がないとね、えー、警察もね、えー、生活できませんから、彼らもね,ね、こういうふうにね、えー、体制を維持するためにね、えー、自作自演で事件を作ります。たくさんね。 凶悪であればあるほどいいわけですよね。有利ですよね。えー、もっと警察を増やそうじゃないですけど、まあ、この体制をね、えー、維持しようということでね、えー、どうしてもね、事件、凶悪事件というのはね、えー、必要になってきます、ねえー。いつもね、えー 申し上げておりますけども、このね、やらせ事件はね、えー、数字が絡んでいきますね。この、あまず容疑者とされる、ね、男性、ね、これ前田正樹ですか。22っていうのも、ね、マスターナンバーですね。11の倍数ですから。911とかね、311とかね、えー。11の倍数ですね。これは 2×11 になりますけどもね。 え前田正樹。えー、この人のね、えー、数比をね、えー、調べてみましょう。えー、前田正樹ですね。これ、前田正樹。えー、まずね、この前田正樹。MM ですよね。イニシャルはね。前田の M に、さきの M になりますよね。ミッキーマウスなんかと同じですね。ミニーマウスとかね。えー、モーニング娘。えー、とかね。 えー、マリリン・モンローとかね、ミニモニとかね、MM ね、マーティー・マックフライね、えー、マッドマックスとかね、MM ですね。これっていうのはね、横にしますとね、33になりますね。MM っていうのは横に、えー、するとですね、M っていう字を横にします。するとね、33になります。そしてね、この数比がね、ピタゴラスの数比。 えー、カルディアンでは27になりますけどもね。えー、ピタゴラスで33になりますね。えー、もうこういうのでね、もうバレバレなんですね。えー、彼らはね、この数比を使ってますから、えー、ニューマロロジーっていうやつはね。えー、まあ、ジマトリアとかね、ゲマトリアとか言いますけども、まあ、ジマトリアでもね、 使ったりしますけども、うん、よくね、この数比を使いますね。リムラオーズィって言うんですかね、これね。えー、これのピタゴラス数比、数比ですよね。えー、まあ、27もね、えー、9になるわけですけども、2と7足せば9。あと999ね。ひっくり返せば666ね。そしてこのね、ピタゴラスでは33になりますから。もうこれはね、もう、 鉄板ですよね。この33が出るとね、えぇ、ー、いやらせの印なんですね。これフリーメイソンリーの33ですからね。えー、警察は、警察ね。例えばこの警察っていうのをね、えー、ポリースでしょ。ね。ポリースもこれ33になりますから、ピタゴラスで、ねね。えー、それからね、これ、えー この人はね、え同、ー、志五福ってありますよね。同志五福。えー、これをちょっと見ていきましょうか。えー、富山県ですね。えー、富山市。富山県富山市の五福っていうところがありますね。ここね。こういうところですよ。ね、えー、富山市。えー、中心地から近いですね。 中心部から近いです、ね。で、この辺でしょうか五福っていうのは。この一帯でしょうか、ね、このこ一角ですね。まあ、この辺の出身なんですけどもね。えー、このね、えー、 富山市五福っていうのをまたね、数比で調べてみますね。えー、こういうふうにね、打ちました。ね。えー、富山市五福ですね。えー、富山市五福。ね。えー、するとね、66が出てきますね。ピタゴラ数比。ね。え、カルディアンでは59です。ね。え、33の倍数ですよね。 え、この、富山市五福から行くとですね。え、富山市五福ですね。すると、66という33の倍数が出てきます。ね。富山の五福というところです。こういうのもね、作ってるわけですね。わざわざ。え、それからね、今回の、舞台となった現場。ね、え、これは、富山市の 富山西書池田駐在所っていうところですね。えー、これ富山西書から行きます。するとね、富山西署、池田駐在所でね、検索するとね、99が出てきます、ここね。99が出てきます。これも33の倍数ですよね。 こちら、カルディアンですね。ピタゴラスだと136になりますけどもね、えー。カルディアンでは99になりますね。えー、それからあー、この人、池田博樹ですか巡査部長、えー、池田博樹とあります。あ、ごめんなさい。山本博樹だ。 えー、巡査部長ということですけどもね、山本博己、えー。この人の数比はどうでしょうえー、山本博己、打ちましたけどもね、えー、この人は47が出てきますね。カンディアンで47ですね。えー、ピタゴラスだとね、えー、反対の,あの74っていうのが出てきます。えー、この47っていうのはね、えー、フリメセンリーのね、えー、コンパスの角度でしたよね。開いてる角度。 47度でしたよね。えー、それと関連してますね、えー。わざわざね、こういう名前を作ったのか、えー、実在する人物なのか、えー、全くわかりませんね。ね確認しようがありません、えー。もしかしたら作ってるのかもしれませんね。それか、れ死んだふりをしているのか。まあ、どちらかですね。47が出てきます。 えー、このコンパスの開いた角度ね、47度ですね。ここ書いてます、47度ね。えー、G はね、えー、1順目は ABCDEFG で7番目ですけどもね、2>, うんえー、2順目に33になりますね、ここね、G。えー、この開いた角度ね、えー、上下合わせてね、47と90度。 90度で137っていう数字も、えー、よくね、絡んできますね。えー、山本博樹巡査部長ね、カルィアンで47でした。えー、それからですね、えー、この、えー、前回の事件ですね、前回の事件、えー、奥田交番のね、この襲撃事件、 これ、いつだったか。これはね。島津容疑者でしたけども。6月26日ですね。お昼頃でしたけどもね。6月26日。これからね、今回の事件までね、の間隔ですよね。どれぐらい離れているか。これをちょっと見ていきますね。 えー、去年でしたからね。去年の6月26日でしたから。えー、これ差し引きしますね。えー、この、えー、24日でしたよね。確かね。えー、24日の事件ですね。今年のね。えー、それで差し引きすると、その日を含めますけどね。えー、今日含めて、えー、計算しますと、これは213日っていうのが出てきますよね。213日ですね。 これもね、2と1を足せば3になりますよね。1、2、3ですけども、えー、33にもなりますよね。見方によればね、えー、6ヶ月とお30日後ってことですね。サブ6、18、6、6、6ですね。えー、獣の印になります。よかったね。秒数とか時間、あの、分分分が出てきますけども、えー、時間とかね。 えー、よく見てみてください。これね、えー。6ヶ月と3日っていうのも、数字が絡んでますけれども、666ね、えー。こっちの方はね、30週と3日後ですね、えー。30週と3日後、ここでね、33、えー、が絡んでますよね。ここの3と、ここの3ね。えー、多分ね、こういう日を狙って、 やってたんじゃないかと思います。えー、それからね、ちょっと気が早いんですけどもね、えー、3月の予想ですね。えー、3月の7日、えー、今年の3月の7日、この日はね、トランプが就任してからね、えー、1月、えー、20日ですけどもね、2017年の、えー、それからね、777日目です。ね。えー、この日はね、えー、海外の方で何か起こると思います。ね。 え、トランプの就任もね、70歳と7ヶ月、7日後でしたから。えー、そういう風にね、3-7が絡みます。ね、3月7日っていうのも3-7になりますからね、えー。ちょっと気が早いですけどもね、前もって予想しておきます。このね、3月7日、えー、要注意です。